県内でも今後増え続けるのでしょうか。今日発表された新型コロナの県内の新規感染者は53人で、およそ2ヶ月ぶりに50人を超えました。広島市で24人、福山市で10人、三原市で6人、安芸高田市で3人などとなっています。直近1週間、10万人あたりの新規感染者は 7.5 人と、1週間前と比べ倍増しています。県は行動制限を伴う集中対策を始める目安をこれまでより早い10人としています。先週の4連休中の県外からの人出の増加や、感染力が強いとされるインドで確認されたデルタ株の影響などで、感染者の増加が懸念されます。